おはようございます。ザリガニ親父が現れました。今日は3月は30日火曜日、バイランガル YouTuber の高野が今日もコミュニケーション上の重要なポイントを一つ皆様にお届けいたします。今日はただいま早朝太極拳が終わってですね、ここは行徳は駅前公園です。シリーズでですね、皆様に地上位地上位のなんたるやをお伝えしたりしてますが、今日は2日目になりますが、地上位というのは、東洋日本のですね、伝統的なコミュニケーションの原点になるポイントですけれども、ギリシャ哲学、2000年ぐらい前のですね、ギリシャの哲学、プラトンとかアリストテレスとかですね、ソクラテスの時代ですね、にも全く同じことをヨーロッパのスタイルで地上位を言い当ててるんですよね。それは何かというとですね、ロゴス、パトス、エイトスです。ロゴスというのは知識、ロジックです。パトスというのはですね、情熱、パッションです。エイトスというのはですね、地上位でいう意ですね、意志とかその人の人間性とかですね、信頼されるその人の人間らしさとか、そういったものですね。まさに日本の地上位とですね、2000年近く昔のギリシャ哲学の根源、エトス、ロゴス、パトス、エトスですね。ロゴス、パトス、エトスと全く共通項があるんですよ。それはですね、ソクラテスの弟子、アリストテレスですか、アリストテレスの書いてあるですね、弁論術という本が今でも残ってますが、そういったものを見てみると書いてあります。人の心を掴んで、しっかりと相手の腹に落とす、しっかりと理解してもらうプレゼンができるためには、ロゴス、パトス、エイトスの3面が揃ってないとダメですよと。日本ではですね、ただ知識があるだけの左脳人じゃダメ、ただパッション、情熱だけでですね、知識がないというのはダメ、プラス人間味ですね、エイトス、パトス、ロゴス、この三面点があってこそ初めて人を説得できる。はい、結論です。西洋も日本も一緒、地上位はギリシャ哲学のですね、ロゴス、パトス、エイトスと全く一致するというお話をいたしました。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。